こんにちは。福岡から来ました上野まりなです。私は1月の中旬からキーウイングリッシュに来て約半年間英語を学んでました。その後に今マウントアルバードグラマースクールに行ってます。来年からは英語と数学と中国語とペインティング、美術とデザインと、フード、料理のやつを学ぶつもりです。あとスポーツが好きなので何かクラブチームに入ろうと思ってます。またニュージーランド来る機会があったらぜひ会いましょう。